上野県水線と、篠のばず池上野県水線は、東京都台東区上野にある大西、上野動物園内の、上野動物園東恵に駅と上野動物園、西園駅を結ぶ東京都が経営する、モノレール路線である。上野動物園モノレールや、上野モノレールとも呼ばれる。2019年11月1日より、休止路線となっている。常設のものとしては、日本初のモノレールである。 営業距離は300メートルと日本最短のモノレール路線であり、鉄道全体でも日本で2番目に短い。東京都県水電車条例という路面電車や地下鉄とは別個の条例による東京都県水電車唯一の路線である。同条例で路線名は公営企業管理者の一種である東京都鉄道事業管理者が定めるとしている。本路線は有料の施設である。 上野動物園の園内にある二重機関を結んでいる。アトラクション気分で利用する親子連れらも多いが、園内を横切る行動路線がまたぐため路線全てが園内に収まっておらず、遊戯施設ではなく、鉄道事業法に基づく交通機関となっている。なお、西園と東園の間については、モノレールと並行する遊歩道を経由しても行き来可能である。 東京都建設局、交通局は2019年1月23日に運行車両の老朽化などを理由として路線を休止すると発表し、同年10月31日限りで運行を休止した。今後、東京都は都民の意見を伺いながら路線を維持するかを検討するとしている。なお、同年11月1日からの休止期間中は、 東園と西園の間に CNG バス、2020年7月23日からは、電気バスによる連絡バスを無料運行する。試運転中の H 型車両、M 型車両地方鉄道法に基づく交通機関、懸垂式鉄道として1957年に開業した。東山公園モノレールなどと同様に、新しい都市交通機関の施行という要素も持っていた。 東京都交通局は、道路上を通る路面電車や路線バスは渋滞の影響を受けやすいとして、それに代わる都市内交通手段を模索していた。メインは地下鉄を採用することとし、それほど需要を見込めない地域や短い区間を結ぶ、鉄道にはモノレールが有効であるという結論になった。当時モノレールは研究途上であり、東京都交通局は、 日本車両と共同で独自に研究を開始した。ドイツのブッパータール空中鉄道として1901年から運行されていた断言式を参考にし、車輪をゴムタイヤに変える改良を加えた。そのため、東京都交通局式とも呼ばれる。その後、東京都交通局はモノレール路線を開業しておらず、上野県水線の方式も他では採用されていない。 2008年に開業した日暮里、トネリライナーはモノレールではなく、案内機常式の AGET を採用している。その後、都の財政難と施設の老朽化により、1980年11月26日に、策定された交通局の財政再建計画で、モノレール事業の廃止が計画されたものの、存続の要望が強かったため、1983年に、 安全性についての調査を行った上で、同年10月31日に存続が決定した。2両編成1本の車両が、西園駅と東園駅の間を往復する形態で、所要時分1分30秒、7分間隔で運行されていた。上野動物園内にあるため、休園日は全面運休。運行時間も、開園時間に合わせて9時40分始発。 16時30分最終となっている。運賃は大人150円、小に8 0円。パスも、追加といった IC 乗車カードは利用できない。また、東京都交通局の路線が対象の特別企画乗車券である東京フリー切符や都営丸ごと切符などでも等路線は利用できない。地下鉄の免許で運転できるため、都営地下鉄の運転経験者が研修を経て、 運行を担っている。2008年度は年間300日営業し、利用者数は83万9000人、1日あたりの利用者数は2796人。2016年度は約102万人で来園者の4分の1が利用した。乗客数は上野動物園全体の人気に左右され、最高記録はジャイアントパンダのカンカン。 ランランが中国からトライし公開された翌年の1973年度の約153万人であった。2008年度は収入1億1400万円、支出9800万円で差し引き1600万円の黒字であった。40型が運行を開始してから何度か企画乗車券が発売されている。2007年12月には開業50周年を記念して、 上野動物園の入園券とモノレールの乗車券がセットになった g ズーキップを発売している。40型が運行を開始してから何度かイベントが実施されている。2007年12月の開業50周年記念イベントにはシナモンが1日駅長を務めた。上野動物園東園駅上野動物園西園駅通常は東園駅西園駅と案内される。 かつては、東園駅を、本園駅、西園駅を、文園駅と称していた。ありがとうございます。